皆様おはようございます。おはようございます。山本幸子でございます。谷垣幹事長、わざわざ三重県にお越しいただきました。この選挙におきまして、地域経済の活性化、あるいは社会の活性化というものを第一の政策として掲げさせていただいております。サミットの恩恵を最大限に生かして、この地域で暮らす皆様方が日常生活の中で景気よくなったな、暮らしやすくなったな、そうした実感をしていただけるように私は全力を尽くしてまいります。経済と福祉、この2つの両輪をバランスをよく進めていく、それが私の使命だと思っております。いよいよ出陣でございます。温かいご厚賞に感謝を申し上げまして、山本幸子ご挨拶させていただきます。本当にありがとうございます。